1990年240ワゴン1979から80年 242GT1986 年以降 244GL セダン1989年以降、販売の日本モデルボルボ240シリーズは、スウェーデンの自動車メーカーボルボが1974年から1993年まで、累計286万2053だよ。 生産した乗用車である。その基本設計は1966年登場の140シリーズにまで遡り、モデルライフの長いボルボ車の中でも特に長寿命であった。240は140同様に、ヤン・ビルスガールドによってデザインされ、特にキャビンより、後方は共通であったが、1972年に試作車が公開された、実験安全車。 ボルボベスクで試みられた多くの安全対策が実用化されている。具体的には前後の衝撃吸収ゾーンの拡大、ステアリング機構のラックピニオン方式への変更による操縦性改善などである。また、上級モデルには4機筒車としては初めてパワーステアリングが装備された。なお、衝撃吸収ゾーン拡大の目的で全長が伸ばされ、 4700mm を超えたため 2300cc エンジンだった初期モデルから日本では3ナンバー登録者となった。1989年から90年初期に販売されたセダンモデルは GL グレードのみの販売という事情もあり創業者の一人グスタフ・ラーソンにちなんでラーソンの愛称で親しまれた。 1974年秋に1975年モデルとして、最初に登場した240シリーズは2ドアセダンの242、4ドアセダン244、そして5ドアワゴン245も同時にデビューした。1982年に760が登場すると、260K は先に消滅した。 エンジンは1974年モデルの144と同じオフの B20 型と新しい SAHC2127cc の B21 型の2種類であったがアメリカ及び日本向けは排気ガス対策のため DL も GL 同様に燃料噴射で1975年モデルのみ B20 型であった1976年モデルでは B21A エンジンの出力が、カムシャフトの改良で100馬力に引き上げられ、242リットルと245リットル以外では、オーバードライブ5速 MT が、選択可能となった。その後も、継続的な改善が加えられ、1977年型では、ラムダ3度と呼ばれる酸素センサーが追加され、 燃費や動力性能を維持しながら排気ガスを一段とクリーンなものにした。1978年には固められたサスペンションとスポーティーな内外装を持つ 242GT が追加された。同年より日本向け輸出車は当時世界一厳しいと言われた昭和53年排気ガス規制の輸入車発の適合車となった。 1979年にはヘッドライトが角型に改められ、トランク部分のデザインも改められた。同時に、フォルクスワーゲン製5気筒 2000cc69 馬力、6気筒 2400cc82 馬力のディーゼルエンジン搭載車も追加され、1985年まで生産された。1980年以降は、 ドア数を表す最後の文字が例に統一され、すべて240と呼ばれることとなった。1981年にはターボチャージャー付きの240ターボが追加され、1982年にはワゴンも追加された。1984年型以降はインタークーラー付きとなった。なお、同年を最後に2ドアセダンは生産中止となった。 ターボの自動変速機には、日本の愛心性4足が採用された。1985年には一回り大きなボディサイズの740が登場し、ターボ付きモデルはそちらに移行し、DL から GL-GLT までの中、下級グレードが継続生産され、ポラールや SE などの特別使用者も多く発売された。ワゴンモデルの人気は、この頃から高まり、 240の総生産台数の3分の1以上がワゴンであった。ただし、最後モデルである89年から93年モデルの240は販売メインがセダンのため、日本では91年後半からの販売となった。1990年にはエアバッグが、1991年には ABS が装備されるなど、安全対策は、 時代とともに進化を続けた。なお、91年を境に前期モデルと後期モデルに分けられる。1993年、前年に登場した5気筒エンジン搭載の前輪駆動車850の生産が本格化すると、最終モデル、クラシックの1600台限定生産を最後に、生産終了した。1974年を最後に、柳瀬が、 ボルボ車輸入から手を引き、代わって発足した、低人の子会社、低人ボルボが240を販売した。140以来安全性、信頼性から比較的多数が販売され、1986年以降は、メーカー現地法人のボルボジャパン、1991年以降は、ボルボカーズジャパンが輸入販売を行い、モデル末期まで、特にワゴンは人気があった。 サーキットを走る240ターボボルボは240ターボを欧州ツーリングカーレース選手権に出走させた。240ターボはローバー SD1 や BMW3 シリーズなどを相手に検討し、その外観からフライングブリック、ソラとブレンガというニックネームで知られた。ETC シリーズでは1985年、 1986年と2年連続でチャンピオンとなった。また1985年と1986年に富士スピードウェイで開催されたインターテックでも勝利を収めた。1985年はエッゲンバーガーが2台をエントリーし、1位と2位を独占して3位を7周遅れにした。1986年は RAS が2台をエントリーし、 一台は、序盤でリタイアしたものの残る一台が優勝し、2位を3周遅れに、した。ありがとうございます。